What's up, you mad? Red Dwight vs. Novel Core バトルサミット2もう言う出ちゃったよ、もうついに。てか、この前だったからね。もう出ちゃってるんだ、動画。そう。バトル終わった、次の日とかじゃなくて、終わった瞬間ぐらいにもう出てたね。出て YouTube。うん、そうなのよ。さすがの俺らも焦った。え、ちょっと待って、準備できてない。そう。俺ら現地行ったんだけど、でも最初からはいなかったから、このバトルはまだ見てない、ね。見てないんだよね。このバトル初見。どうせバチるなぁ。どうせバチってな。本当におもろいバトル、これは。で、今回のバトルサミット、総じてバチリが多かったね。いや、そうね。まずはレッドアイ対ノベルコア。今回の動画おもろいぞ、全部。ちなみに触れてなかったけど、その絆創膏は。いや、行きましょう。それ別にコメント欄死のうと来るから、もう弁解しといた方がいいよ。最後までいけると思った。みんな気になってたね。先に説明した方がいいよ、これ。どれ？あ、これか。ここにでっけえニキビがあって隠してるの今それニキビを隠すことでよりそこに注目がいってるけど、いやでももうそのニキビが見えないならいい。で最近この矯正した噛み合わせでくっちゃくちゃだ今、もうストレスで今死んじゃってるから顔が。もういいよ、こんな説明いらないじゃん。うわ、バチってるー、これですよ。いいね。しかもこれ1回戦第1試合でしょ。いや、これいい盛り上がりでしょ、これは。これ素晴らしいね。もうなんか火花見えたよね、ここら辺で。バチ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 。確実にあった。レッドアイに関しては、ノベルコアを本当に殺す気できてる。もう首ちょっと前に出てるから。殺すお前。いっちゃうぞ、これ。それでは先行国を決めるジャンピンをお願いします。決めていいよ。いいよ。あ、いいよ。いいよ。いいよ。いやー、やっちゃってるな。いいよ、いいよ、あ、はい。あ、どうぞ、どうぞ、どうぞ。いいよ、いいよ、あ、はい。いいよ、あ、はい。あ、どうぞ。いいよって言ってるけど、ずっとはいって言ってんの。そうそう。いや、やめてよ。ちゃんと、やっといいよって返さないと、成り立たない。成り立たない。俺は、はい、じゃないのよ。そう。そんな、なんか、新入社員みたいなやめて。今多分、宇治さんが、はいっていうのを待ってた。あ、これね、そう。あ、なんかね。お互いにやってたのかな、レッドアイツのウルさんが。じゃあ僕ねって言ったら。ああ、どうぞどうぞ。じゃあウルさんから。やばいでしょ、それ。決めていいよ。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 そう、もう僕から勝負始まってるから。うん。いいよ。じゃんけんで勝負した。じゃんけんで勝負した。最初は、じゃんけんで勝負。あいこでしょ。ここで。ああ、勝ちに来てるね。完全に。いや、オッケー。先攻レッドアイ、後攻ノーベルコア、発祥節サンダー、やー、オッケー、やるだけ、かませ。今日は祭りで騒ぐド派手に、今日のためにこの時のために、昔はジャッキー、それにスモーカー、マイク一本で立つで武道館、誰が一回犠牲がいの方か、大衆の皆に決めてもらおうか、小さい体で夢転がして。はい、おやすみなさーい。この人鋭い人だよ。男版 KT ちゃんみたいな。強豪校の坊主のオールコートディフェンスしてくるチームみたいな。好き方してくるね。即興じゃねえだろ、いじり。D.O. カンさんに、おんぶに抱っこ、赤ちゃんラッパー。いや、痛い。いいんじゃないこの一旦目は。でも、レッドアイは、不服そうな顔してたよ、ずっと。いや、そうね。うん、こっから反撃来るよ。まだパッカー、カン D.O. におんぶに抱っこ、赤ちゃんラッパー。お前より先にやった武道館。ファンにお金をせびってまでな。口にしたこと有言実行。自分で作んだ運転資金も。綺麗。お前はメジャー、俺はインディーズ。俺は俺と仲間を信じる。いや、
踏み方がうまい、ね。うまい。やっぱインディーズとメジャーって全然違うから。全然違うね。運転資金ものこともそうだし、うん。自分で集めるところからだから、これ決定的だと思うよ、俺は。いや、これ強いね、なかなか。うん、落ち着きが半端ないね、うん、やっぱり。そう、でもノーベルコアね、MC バトルうまいんすよ。いや、うまいんだよ、ね。そう。うまいんだよね。彼に実力あるんすよ。あのメジャーって言っても。俺は俺と仲間を信じる。でも、不動産そうだよ。自分で資金を作るためにパッタして一緒にやっただけの話だろ。お前こそカンディーをケツポジがたくさん。今日もさっきも裏でずっとスタッフさんと話してた。深すぎるだろ。お前ケツポジがどうこう数年前散々言ってたよな。 DO とスタッフ連れて賑やかな楽屋楽しみだね。どんな死に様と出すか。やめる旅はかぶら立てることもはめて恐れの俺。右に左に西に東北に南に止めとんだ。丸かバツか頭から揺らしながら音を鳴らす。子供から大人まで揺らす。俺はソウルチェ。君も実食者になる。歩くだけで絵になる新生活。メイドインジャパンオリジナル。高いものを隠しな。興味ねえを隠して疑うな試しな。俺の夢は果てしない。うわー、詰め込んだー。マシンガンだね。しかも会場で聞くとわかるけど、レッドアイの声って。通るんだよ、ね。通る。マジでそう。聞こえるんだよね、ちゃんと、ね。レッドアイのライブ行ったことあるし、うん、昔のバトルも、まあ、生で見たことあるけど、マジで通る。素晴らしい声してんだよ。うわ、これ生で見たかったな、このバトル。うん、我々ね、あのね駐車場を間違えたのか、よくわかんないけど、入り口がわかんなくて。外人出ちゃったね。俺は渋谷、渋谷の代々木の街を、ぐるりん、ぐるりんぐるりんしてて。なんか観光遊園してたね。そう。代々木行ったよ。で、40分ぐらい遅れて入ってきたと。気まずかったね。俺ら席どこ解けて。疑うな、試しな、俺の夢は果てしない。お前、一つだけ言っといてやるけどよ。俺と即興でやり合うのそんなに怖えんかよ。久々のバトルで仕込んできたネタ、あとは何だ、詰め寄って何したいの。あ、ヤンキーが出ちゃってる。胸ぐらつかむか、もしくは俺の前でマイクうだうだ向かうか。マジでクソだせえな、お前のラップ。バッグ MC 掃除するよ、プラズマクラスター。やべえ、モメルコアだ。お前即興とやんの怖いの俺と。今の最後の怒涛のあれは、レッドアイは即興じゃなかったってことなのか。で、言い張ってる。言い張ってるね。しかもこれはレッドアイにしかわかんないから。高校だからこそ、言い逃げできるんだよね、これ。そうなんだよ。高校の強みの。これ否定できないのよ、レッドアイは。そう。だから最初に高校を選択したのかな。ああ、これ痛いね。いや、これもう高校選んだ時点でこれを考えたとしたら、マジで会社作った方がいい。今すぐインディーズになった方がいい。今すぐインディーズになった方がいいかもしれない。MC 掃除するよプラズマクラスター。掃除するよプラズマクラスター。言い方もねクラスター。煽りな感じもね。先行赤レッドアイ、後攻青ノーベルコア。延長だったんだ、これ。延長あったの。おー、なるほど。それは見てないわ。あー、うわ、延長見た。延長ないか。ない。見せろよ。てか、間に合え、俺ら。俺らが迷ってる間にこれ、怒ってた事実だから。まあ、言い合ってたね、お互いね。言ってたね。ごっちでも、本当に引き分けかもね。いや、そうね。本当に引き分けだった。レッドアイの気持ちよさも、もちろんあったけど、やっぱ、ノベルコアのこの、異端じっぷりも、いや、そう、ね。激しかったから。うん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 。これはもう一回見たいっていう心理もわかる。これはみんな、右手、左手、両方上げた。あー、どっちも上げちゃダメだよ。多分、右手、自分の脳みそでは、いや、これは、やってたんだけど、うん、体が、勝手に言って、延長見たい気持ちが。伸べるか、伸べるか。ってなっちゃってたね、これは。やっぱ MC バトル面白いな。いや、面白いね。うん、マジで。やっぱり MC バトルは面白い。ああ、早く次見よう。こういう MC バトルを求めてた数年前に戻った気分。ああ、うん。いや、わかる。バチバチっぷりね。俺ら最近の進出なのに、わかる。このバチバチ、やっぱさ、やっぱバトルだから、バチった方がいいんだよね。そう。リスペクトもいいけど、うん、やっぱバチの方が結局みんな上がるんだよね。うん、そう、ね。そう。変なリスペクトを出すんじゃなくて、しっかりディスり合ってくれたのマジで最高。うん。そう。しかもバトルのサミットだからね。もうライジンって言っても過言じゃないのよ、これは。そうね。譲り合いからの高校を取る流れ面白すぎる。
もうまさに。そうそうね。じゃあ譲んなって話なんだよ。まあまあ確かに。いい。じゃあ先急に。じゃあここ。でもよかったわけだ。そう言ってよかった。うん、あれ、こう、そこ高校なんだみたいな。いや、でも心理戦始まってたね。こうやって譲り合って結局、選んだ時の、まあ、レッドアイは、人はなったと思う。確実になって。でも会場全部なって。ああ、お前こういうことなんだ。会場全部か。ということで、みんなリクエストがあったら、コメント欄まで上の高評価もお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ピサッ。